皆様こんにちは。愛犬家住宅のサラフ榎本です。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご連絡ください。愛犬マルバツクイズです。イヌジステンパーは主にウイルスを持っている犬の便や尿などから感染する。答えは丸です。成犬になっても感染しますが、特に抵抗力の弱い子犬が感染しやすいです。症状は高熱が続き、食欲不振、エアに、咳、鼻汁などたくさん出ます。また消化器官が侵されると嘔吐や下痢も重なります。放置すると7割以上の確率で死亡します。早期発見が重要です。以上で愛犬マルバツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご連絡ください。